こんにちは、読書セラピストの井田翔吾と申します。読書会の開催や発信活動を通して本の魅力や読書の素晴らしさを伝えています。今回紹介する本は西加奈子さんの雲を探すという一冊になります。こちらは川出書房新書から出版されています。砂川市の岩田書店のサービスである1万1000社のご縁で手にすることができました。作家のですね、西加奈子さん初のノンフィクションの作品となっております。異国の地であるカナダのバンクーバーでがんが判明しまして、治療の様子ですとか人々との交流が描かれています。医療制度ですね、医療制度の違いはもちろんのことですけども、文化の違いですとか、コロナ禍での対応、英語で思うようにコミュニケーションが取れないといった困難ですとか葛藤がありながらも自分自身に向き合っていきます。主にですね、医療関係者なんですけども、カナダ人が関西弁で話してる、訳されているのが面白かったです。病気というのは時通してですね、その人の人生を考える契機にもなります。がんになって場合によっては、その臓器を摘出となれば、生の持つ意味というものを考えることにもなるかと思います。胸を失っても192ページに私は私だ、私は女性でそして最高だというふうな文章があるんですけども、胸を張っておっしゃっている西さんがとても印象的でした。このがん発見のきっかけは、雲に噛まれて病院に行った時に胸のしこりについてついでに聞いたことがきっかけでした。西さんの、おばあ様ですねは、雲は弘法大師の使いだと信じており、何がきっかけになるかっていうのはわからないものだなというふうに感じました。私自身ですね、大学の時に統合失調症と診断されまして、再発した時に双極性障害と診断は変わったんですけども、現在は服薬を続けながら日常生活を送っております。今でもたまにですね、体調が悪かった時のことを思い出すことはありますし、悪夢を見ることもあります。けれども、それもですね、過去の自分が作り出したものであることに変わりはなくてですね、病気を経験したからこそ気づけたこともありますし、もし発病が遅かったらもっと大変な目に遭っていたかもしれないなというふうに考えることもあります。なので、病気自体にはいいも悪いもないというのが私の考えです。コロナが分断を生んだのではなく、分断を作り出したのはあくまで人間であって、がん自体も自分の体の中が作り出したものであるので、恨むことはできなかったというふうに西さんも書かれています。ただ私は病気を経験したからこそ今の自分があるとも思っておりまして、自分だけのとっておきというものも大切にしつつ、経験を通して書くことを続けていきたいなというふうに改めて感じました。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。また次回も楽しみにしていてください。読書セラピストの井田翔吾でした。